はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はまだ達成できてないことをやっていきたいと思います。何が達成できてないかというと、ダメージを1万以上与えるですね。一撃で1万以上ですね。これがなかなか難しくって、俺の今までで最大ダメージが9000ぐらいなんですよ。1万がね、どうしてもいかなくって、今日はそれを挑戦しようと思います。使うキャラクターは、マイユですね。多分、1万以上出せるのって、マイユと、まあ、ヒューザもワンチャンあるかな、ぐらいですね。マイユの連撃天部、あれを最大まで強化して、あとは運次第ですよね。会心の一撃が3回ぐらい出れば間違いなくいくと思うんですよ。なので、ちょっと運次第にもなるんですけども、試してみましょう。それでは、チャレンジしていきましょう。相手はゴールドマンマックスですね。他のボスでもちょっとやろうとしたんだけども、他のボスね、HP が1万ないんですよ。なので、ダメージ与える前に倒してしまってたので、やっぱりこいつしかいないんだよね。では、まずはバフ入れていきましょう。一番重要となる会心率だよね。これは絶対に入れないといけません。この会心率次第なんだよね。で、普通にね、クイーンオブハート入れて、連撃天部でもいいんだけども、さらに、これを入れるといいらしいんだよね。ガシン昇誕。これ爪の特技なんだけども、これを入れた後に、すでに戻して攻撃をすると、ダメージも結構増えるらしい。どれくらい増えるかはちょっとわかんないですけどね。で、フーラでバイキルトを入れましょう。OK。んで、主人公で、ここね、耐性を下げても、逆にね、ダメージ減るんですよね。ゴールドマンマックスって。あれ、なんでだろうね。もしかしたらもう変わってるかもしんないな。わかんない。前は、耐性下げると、逆にね、防御力が上がったのよ。まあまあ、とりあえずやめときましょうか。これはそうだよね。重ね掛けはできないんだけども、別にすることないし。入れておきましょう。はい。んで、ダストンで、ここはルカニだね。ルカニは入れとかないといけません。守備力下げた。で、クイーンオブハート。入れましょう。勝利を手に。これで、あとは、電撃天部入れるだけ。だね。会心が本当にね、3回出てくれれば間違いないと思う。でも3回出すってなかなかね、やっぱり運が絡むんですよね。難しい。どうだろうかね。いきます。装備を、すでに変えまして、連撃天部だね。1万いくかな。今までのマックスが9000ちょいですね。どうだ、回心率上げたからね、だいぶ違うと思う。いけ、8480か。8480。まあまあまあ、今のは会心の一撃が1回も出てないよね。やっぱり会心がね、2回出ればいいね。2回出れば1万超えるわ。ちょっと頑張ってみます。どうだ、お、いったんじゃない、いったんじゃない。11133出た。最大ダメージもう一気に、名前が黄色までいったね。いったな。3回確か会心が今出たと思うんで、いけた。
よし。いや、間違いないですね。会心の一撃が3回出てます。2回でいいんだな。2回出ればいけるっぽいんだけども、いやー、よかった。もう1万どころか1万1000いったからね。これは嬉しい。いやー、まさかね、2回目でいけるとは思ってもいませんでしたね。かなり運が良かったね、本当に。では次は耐性を入れるとダメージが減るっていうやつをお見せします。あれ何なんだろうね。あ、もしかしたら修正入ってるかもしんないね。結構序盤の方にやって、あれなんでっていう風に思ったんで、もう変わってるかもしれませんね。まずはフォースブレイク、あ、の前に入れとったらいいか。ライトフォースでも入れときましょう。ライトフォースで属性攻撃ができるようになりました。ガシン召喚、このガシン召喚がやっぱり良かったんだろうね。あれがかなりダメージが出せるようになったんじゃないでしょうか。表示が2ってなってるから、うん、やっぱり2段階上がってるので、あれだよね、バイキルトの倍掛けみたいな感じなのかな。うん、爪をねあんまり使ってないので分かんないんですけども、相当変わるんではないですか、ダメージが。でフォースブレイク入れましょう。敵の耐性が下がりました。はい、でクイーンオブハートだね。でバイキルトまだ入れてないよね。バイキルトを入れましょう。あ、その前にルカニだね。ルカニ防御下げました。でバイキルト OK、 これで準備は整いましたね。敵の防御力、そして耐性を下げてる。で眉は、ガシン召喚入ってる。バイキルトもいけてる。でライトフォースもかかってるという感じですね。はい、では、あ、装備ね、装備を素手にしました。でさっきの感じだったらば、一発1000ぐらいダメージ与えてたでしょ。会心で、1900ぐらい与えてたんだけども、これがね、同じ条件、いや、さらにいい条件になったんだよね。耐性を下げて、こっちが属性攻撃をするっていうことで、いい条件になったんだけども、こんな感じになります。前は下がったんだけども、多分まだ修正とかされてないでしょ。ほら、おかしいでしょ、めちゃくちゃおかしいよね。こんな感じなのよ。上に行ってみましょう。ダメージが200ちょっと。うん。耐性を下げたり、こっちの耐、属性攻撃とかを入れたりすると、ダメージが逆に入らなくなるんだよね。まあ、これバグだろうけども、まあ、ゴールドマンマックスと戦うときには注意してください。ガタ落ちしてるな。5分の1か。はい、それでは戻ってきました。今日はね、まだ達成できてない1万以上のダメージを与えるやってみました。まさか2回目で成功しましたね。できるキャラクターはマユ、もしくはヒューザでも、ワンチャンいけるかなっていうところですね。でもヒューザよりもマユの方が確実に行きやすいと思います。今回が会心の一撃3回だったんだけども、これがね、5回、6回と、まあまあ行くのは難しいけどね、出れば1万5000いけるよ。1万5000ダメージ出せるんで、9回全部が会心だったら、まあ、まずないけどね。まあ、もしもそれがあった場合は、ゴールドマンマックス、ワンパンできそうな気がする。それぐらいのロマンを秘めてる技になりますね。まあ、やっぱりバイキルトとガシン召喚の重ね掛け、あれが結構いいのかな。
と、あとは会心邁進アップだよね。とにかく強化をめちゃくちゃしていけば、マイユはこんなに強くなります。間違いないね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。